はい、質問です。皆さん手帳って書いてます？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。そうなんですよ、手帳をねつけてます。最近はねクラウド系のスケジュール管理アプリとかたくさんあって、そういうのいろ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 使って、今メインで使ってるのは Google カレンダーなんですけど、まあ、いろんな方と共有できたりとかねして便利だなと思う反面、なんだろうな、こう書き出すことでやっぱりインプットされやすいっていうのは正直にあるっていうのと、あと書いてることが楽しいっていう、この2つが最近私にとってすごく大事なことになってて、今改めて手書きの手帳を使い出しております。はい、パーソナリティの小室ゆりです。今私が使ってるのがマンダラ手帳、マンダラチャートっていう9マス思考、あの協会の一般社団法人マンダラチャート協会が出しているマンダラ手帳というのを今年の頭から使い出して、でこの手帳っていうのがちょっとくせ者で、だいぶくせ者で、あでもそんなでもないんです、どっちだよ手帳セミナーっていうのに出てみたんですよ。だからその手帳が大好きで、もうかれこれ30年40年手帳をあれやこれやと使い続け、現在このマンダラ手帳にたどり着いたっていう講師の先生だったんですけどね、すんごいね楽しそうにね手帳を書いている様子だったんです。オンラインだったから全部が全部わかるわけじゃないんですけど、だんだんね同じこう手帳でもオリジナリティあふれる手帳に書き続けていくと変わっていくみたい で、私もそれを真似して今、あその先生がおっしゃってたのがね、時間を量で分かるようにしてくださいっておっしゃってたんです。要は何時から何時までこれをやるじゃなくて、それを棒グラフとか円グラフでもいいんですけど、自分がこのアクションに対してどれだけの時間をかけているかって一目で分かるような手帳の設計をしてみてくださいっていうアドバイスをもらって、で今仕事、あのビジネス交流会のこう BNI、 あとプライベート、私結構移動時間も長いので移動っていうのもこの棒グラフみたいにして、それを色鉛筆で塗ってみたんです。だからこの目で見えるっていうのも大事なんですけど、色鉛筆でこの棒グラフを塗ってる時間がだんだん楽しくなってきちゃって、意外とね手帳を書くってこれ時間管理だから本来は仕事だと思うんですけど、仕事とプライベートの自分の心を整える時間としてももしかしたら作用していくようになるのかななんて思いながら、はい、手帳を最近使っております。あともう一つ、手帳はね夜にスケジューリングすると良いそうですよ。はい、こんなヒントもいただきました。ぜひこれ聞いているそこのあなたも来年ね手帳使ってみようかなと思ったら、時間を書き入れるのではなく時間を目で見て分かる、量で分かるようにしてみてください。
それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは先週から引き続きです。小室由里的サプリ論。私、男女コミュニケーション心理師小室由里がお届けするラジオで聞くセミナー。今週は小室由里がただいま絶賛チャレンジ中です、クラウドファンディングセクシュアルコミュニケーションの悩みを解消、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらからの情報、こちらで書いていることを皆さんにも少しお裾分けしていきたいと思います。このコーナーもありますよ。今週は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんご担当です。今週はですね、どんな人がセラピストになるのか。私この音源聞いて、実はセラピストさん安心できるかもって思ったんです。楽しみにしていてください。そして占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリもあります。今週は6月の暴露大会だそうです。暴露がテーマです。はい、どんな暴露をするんでしょうか。小室由里の暴露、暴露になるのかどうかわからないですけれども、5月に熊本に行った時に派手に転びまして、階段から1段2段転げ落ちまして、今膝小僧にまだ傷が残っております。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、こっそり送っておいてくださいね。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室由里的サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室由里的サプリ論。今日はですね、現在小室由里がチャレンジ中のクラウドファンディング、セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル発売、こちらのチャレンジにかけまして、このクラウドファンディングでお一人でも多くの方にお届けしたいと思っているこの書籍、小室由里の結婚が幸せになるためのバイブル、この内容を少しこの番組を聞いてくださっているあなただけにお渡ししようと思います。結婚が幸せになる、あれって思います、思いませんか。結婚ってそもそも幸せなんじゃないのと。幸せだと思いますよ。トータルで考えたらやっぱり幸せ、幸せじゃない、どっちって聞かれたら幸せだと思いますが、じゃあずっと幸せが続くかって言ったら、そこには努力をしないとその幸せ続きませんよね。これ聞いていただいて納得される方すごく多いと思います。幸せが結婚なんじゃなくて、結婚という形、結婚という、まあ、儀式、結婚という法的制限を介して、そのお二人がどうやって幸せになっていくのかということを考えるきっかけが結婚なんじゃないかなと、まあ、いろんな考え方ありますけどね。
で私はセクシュアリティの専門家として一つこの本の中で訴えていることがあって、現在の日本社会の裏テーマ、裏社会問題となりつつある、もうなってると思います、セックスレス。このセックスレスの解消法が何もセックスをすることだけではないということを強くお伝えしてるんですね。今回の書籍の第4章に、セックスをしないでずっと仲良しでいたいのだけれどと、こういう章立てで書かせてもらってるんですけど、そのコラムの中にね、セックスレスでも夫婦円満だったらいいんじゃないですかっていうことを書かせてもらってるんです。年齢がね上がっていく、それこそ40、50、60になっていくと、加齢によるホルモンバランスの影響で、まあ、女性も男性もそこまでセックスしなくてもいいんじゃないというお気持ちに変化していく方ってもう大多数いらっしゃるんです。男性は肉体の変化に現れやすくて、なかなか勃起しなくなったとか、朝立ちが弱くなった、女性だったら濡れにくくなった、性交時に痛みを感じやすい、こんなようなことがホルモンバランスの変化で起こってくるんです。こういう中で若い時20代30代と同じようにセックスをしてセックスレスを解消するっていうマインドだけ同じでも、やっぱりそれって体がついていかないじゃないですか。セックスレスってこのセックスをするしないではなくて、セックスがしたいかとか興味があるか、ここまで少し視野を広くして考えていくことって必要だと思うんですね。したいけどできないんだったら、じゃあできる方法を考えようとか、したくないけど気持ちだけはつながっておきたい、じゃあどうやって気持ちだけをつながっておける関係性を築いていくのとか、一番大事なのって本当にお二人の気持ちなんですよね。セックスに対してどちらか一方のパートナーが同意をしていなかったら、やっぱりそれは幸せなセックスとは言えないですし、セックスレスの解消とも言い切れないのではないでしょうかね。そういうことを繰り返していくと、パートナーシップの、ここのお約束、パートナーシップが弱くなっていくっていうこともあると思います。自分の存在意義がここの関係性にあるんだろうか、こんなようなことも考えられる方も多くはないのでね、セックスレスでもお二人の関係が、私たちはセックスがなくても最高のパートナー同士よねって言えるようになれば、それはセックスレスとは言わないのかもしれません。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーをしたりがあなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造と
ゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。後半コーナーは女風サプリ、ご担当いただくのは名古屋のセラピストゆずきさんです。今週はどんな人がセラピストになるのか興味深いですね。それではゆずきさん、よろしくお願いします。名古屋の女性向け風俗店キャンディ名古屋所属のセラピストゆずきです。今回のテーマは女風セラピストってどんな人がなるのというテーマです。このテーマを話そうと思ったきっかけがありまして、僕が所属しているキャンディ名古屋というお店なんですが、入店前4ヶ月前くらいなんですが、その当時はネットに載っている人はいたものの、まあ、実質僕一人だけな状態だったんですね。で、それが現在は5名のセラピストが増えて総勢6人体制になったわけです。はい。そのタイミングで実はメンバー同士でミーティングをしまして、で僕としては初めての現役でセラピストをやっている方との交流だったので、ぜひ知ってもらいたいと思いこのテーマにしました。まずやっぱり面白い方たちばかりですね。個人の情報ではあるんですけど、ネットにも載っているので、例えば芸人になりたい人だったり、あとはお店を複数経営している個人事業主の方だったり、何かしらこう得意分野が別であったり、あとは純粋に興味を持っている方、いろんな方いたんですけれど、男性の僕から見ても魅力的な方が多かったですね。そして多くのセラピストの共通点としてあると思うんですが、兼業の方が多いということです。女風一本で生活しているという方は、それはもちろん素晴らしいすごいことなんですけれど、言っても少数なので、大多数の方が副業としてやられている方が多いです。何が言いたいかというと、みんな社会で普通に仕事を頑張ってやってる方たちなので、常識のある安心できる人たちですよということですね。まだ利用したことない方とか、ちょっと炎上してるポストとか見た時に、ちょっと怖い業界なんじゃないかっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないですけれども、皆さん、女性を癒したい、尽くしたい、喜んでほしいという気持ちはやっぱり持っていますので、ぜひ安心して身を任せていただければいいなと思います。そしてどんな人なのかっていうのを、例えば気になった方がいたとして、どんな人なんだろうなっていうふうにより深く知りたいなと思った時には、やっぱりX の投稿が盛んなので、X から情報収集するのが一番良いかなと思います。ネットだったり、そういうところを見て気になる方がもしできたりした時には、ぜひですね X の投稿をチェックしてみてください。その方の人となりがわかると思いますので、どんな気持ちでお仕事を携わっているのかなとか、どういうことがきっかけで女風セラピストを目指したんだろうっていうところも、やっぱり人間性みたいなところがやっぱり見えてくると思うので、ぜひですね確認してチェックしていただければなと思います。また僕のこともぜひ X で気になっている方は見てみていただければなと思います。はい、今週はここまでです。ゆずきでした。普通に働いている人が兼業もしくは副業としてこのセラピストという仕事を選んでいる、
安心しますね。私は安心しました。ゆずきさんがおっしゃっていたように、一般常識があるないって、この生産業に関わる人の結構あの分岐点だと思うんです。まあ一般常識って人それぞれ考えるところが違うんですけれども、一つの分岐点としては、しっかりとお仕事で対価を得ているか、つまり誰かの感謝や笑顔がそれがお金になって返ってきている人かどうかっていうのって、私は分岐点になると思ってるんですね。それを自分の力で作り出しているっていうところに、私はすごく安心感を覚えました。ゆずきさん、ありがとうございました。ゆずきさんへの問い合わせはインターネット検索、名古屋ゆずき、名古屋ゆずきでお願いいたします。また X でも情報発信しておられます。ぜひご覧になってください。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占います。テーマは6月の秘密暴露大会編です。さあ、どんな秘密が暴露されるのか、それではセクシーに参ります。おひつじ座、元彼とよりを戻そうと思ったんだけど、あなたの方が硬かったからやめたの。え？硬いってお仕事のことよ。おうし座、昨日はあなたに内緒で一人でシャトーブリアン食べちゃった。ほら、いつもよりお肌プルプルでしょ。双子座、イベントで出会ったイケメン君とデートなんかしてないって言ったけど、本当はお泊まりしたって言ったら怒る？ガニ座、同窓会で初恋の彼といい雰囲気になってたなんて言ったら、外出禁止って言われちゃうから内緒にしておこうと。獅子座、私は隠し事なんか一つもないわ。あなたこそ私に隠してることあるわよね。浮気とかパチンコとか他にもあるんだったら白状しなさい。乙女座、あなたの勝負パンツ衣替えの時に捨てておいたわ。だって私とラブラブなんだからもう必要ないわよね。天秤座、どっちが私と付き合うか親友同士で争わないで。試してみたけど二人とも私のタイプじゃなかったの。ごめんね。サソリ座、昨日は浮気したわよね。ここにある C カップのブラジャー誰のかしら。私は F カップ、ごまかせると思ったの。いて座、隠し事は隠そうとするからバレるのよ。私は隠すことなんて何にもないから。朝帰りの理由は夜勤だったのよ。信じてくれる？ヤギ座、あなたに内緒でダイエットしてたんだけど、
お酒が美味しすぎて2キロ増えてしまいました。報告は以上です。水亀座、6月に帰省してたでしょ。あれ実はお見合いだったの。すごくいい人だったからそっちに乗り換えちゃうかも。魚座、暴露することなんて何にもないから代わりに今夜は裸で過ごすことにしたわ。ほらあなたも早く脱いで。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。なんか最近担当してくださる先生が皆さん自由に書かれていてとっても素敵だなと思います。来週もパンツお待ちしております。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週はこのコーナーがありますよ。妊活サプリ、ご担当いただくのは子宝鍼灸師市毛真也先生です。市毛先生、毎回熱い思いを持ってこの妊活についてお話をしてくださっております。私たちもしっかり他人事だと思わず学んでいきましょうね。さて冒頭でもお伝えしましたが、小室より7月15日までクラウドファンディング挑戦中です。セクシュアルコミュニケーションの悩みを解消、結婚が幸せになるためのバイブル聖書、心に生きると書いて聖書と書きます。こちらの書籍、一人でも多くの方にお届けするため現在クラウドファンディングチャレンジ中です。詳細はキャンプファイヤー小室ゆり、キャンプファイヤー小室ゆりでお願いをいたします。たくさんのご支援をお待ちしております。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。真実の愛とは相手の幸福を自分の幸福とすること。フランスの小説家アンドレ・ジットの名言です。相手が欲しいものをお渡ししなければそれは相手の幸せにはならない。つまり自分の幸せって相手がしてほしいことを知ってそれをアクションに起こすことなんですよね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。引き返せないところまで あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに。